はい、こんにちは。えー、と今週も、えー、と始まりましたソニーショップテックスタッフの、えー、テクテクサ等の YouTube チャンネル、えー。今回はですね、えーと、ソニーショップテックスタッフ2 0 2っ、えー、とベストヒット商品トップ20ということで、えー、今年1年でですね、当店を経由してお買い上げいただいた、えー、とソニー製品の、えー、と全ての総数を集計してみましたので、えー、とその、えー、と数の多いものトップ20を今日は発表したいと思います。 と、思い返せばちょっと今年はいろいろあってですね、えーと、4月1日にソニーの価格改定第1弾があり、えーと、9月1日にも価格改定第2弾がありました。えーと、第1弾の時は、えーと、ホームシアター製品とかを中心に、えーと、値上げがあって、で、えーと、9月1日の時はですね、えーと、ウォークマン、それと、えーと、カメラ製品、これらが、えーと、一斉に価格改定になりました。 割と大きな価格改定だったので、えー、とその前の駆け込み需要とかもあったので、えー、とこれが随分とランキングに影響しているような感じがします。えー、ちょっといろいろいつもとかなり変わった、えー、と順位になっておいて、えー、と驚くような商品が上位の方にありますので、ぜひちょっと予想してみながらですね、えー、とご自身でお買い上げになった商品がランクインしてて何位ぐらいになっているのか、 えーとちょっと見ながらあの楽しんでいただければなと思います。えー、とでは、まず早速行ってみましょう、えーと。第20位からです。えー、と第20位はこちら。エクスペリア5 III ですね、えーと。今年の4月22日に発売になりました。3カメラ4レンズの、えー、とハンドフィットスマートフォンですね。えー、と10月2日に、えー、と値下げがあって今、9万9000円になっています。 えーとこのカメラは、このスマートフォンはですね、ワイドが1 6ミリで2 4ミリの標準があって、まあ普通、広角なんですけども、スマートフォン的には2 4ミリが標準。それと望遠レンズとして、えっ、ー、と、7 0ミリかなまでの望遠が使える、えー、と、トリプルレンズになっています。えー、と、私ちょっとやったことなかったんですけども、ネモフィラのか えとちょうど時期が発売時期が4月22日だったのでひたちなか海浜公園の方まで遊びちょっと行ってですね、えー、とこういった風景明美なところに行って、えー、とアルファを持たずに行くというのは僕初めての体験なんですけども2006年にアルファ100が発売になってからどこ行でも絶対アルファ持ってたんですけどもねなんとエクスペリアだけで、えー、とこういう写真遊びに行ってきました。えー、とすごく面白い えっと、撮影ができるというか、望遠レンズがついてると、やっぱ、あれなんですよね、切り取りができるのと、1 6ミ、mm、リがあると風景そのまんま撮りができるので、非常に楽しかった覚え出があります。えー、こちらの方が、えっ、ー、と先、先月ですね、10月2日に値下げになって、えっ、ー、と、15,400円の大幅値下げがあったので、えっ、ー、と、今、9万9000円で購入できます。かなりお買い得になってます。えっ、ー、と、ぜひ、こちらの方、今からでも遅くないので、ご検討になってみてはいかがでしょうか。 続いて第19位、19位はこちら、えー、とオーバーヘッドホンの WH1000XM5、1000XM5、えー、1000ですね、えーと。年を重ねるごとにモデルチェンジしていき、もう5世代目。えー、と今回はですね大幅にデザインを変えているモデルになっています。えー、とシームレスに、えー、とこう カチカチカチっていう伸ばしの音がしないで、スーッと、えーと、無音であのバンド調整ができたりとか、機能面でも変わっております。えーと、続いて、第18位。えーと、第18位はこちらです。パワーズームレンズ SELP1635G ですね。えっと、5月27日の発売でした。XD リニアモーターを、あの、なんと、ズームレンズの駆動の方に使っているパワーズームレンズです。 えーまあ、動画向けに思われるようなレンズなんですけども写りの方もかなりシャキッとした写りで、えー、と写真撮影にされる方にでもこれは強くおすすめできるレンズかなと思います、えー、私もこれ持ってですね、えー、と国立競技場の方へですね、えー、と国立競技場でツアーをやっているのでそちらの方にお邪魔してきて撮らせてもらってきましたけども隅までちゃんと流れずに改造していたり、えー、と非常に使い勝手のいいレンズだなと思います えと17万9300円でソニーストアで販売しています。ぜひこちらもご検討いただければなと思います。そしてえとこちら第17位ですね。17位もえとアルファレンズで SEL2470GM2。6月10日発売で29万7000円になっています。えー、と30%の軽量化が行われて非常に軽いレンズになりました。だけども、よれるし、 えっと、写りもすごく良いレンズになっています。えっ、ー、と、購入されたお客さんからもですね、えっ、ー、と、撮ってきたよっていうふうに写真を持ってきて見せてもらってますけども、えっ、ー、と、かなり解像度が上がってるような、解像感が上がってるような感じがするレンズですね。それでいて、あの、軽くなってますので、あの、機動力も上がるし、非常に良い,いズームレンズなんじゃないでしょうか。もう、セブンフォーマーク4とか。 7R Mark 5とかで使うんであれば、もうこれが標準レンズ、標準ズームレンズのような感じですね。はい、続いてどんどんいきます。第16位です。<music> えっと、16位はですね、えっ、ー、と、相変わらずシニアウスが続いてますけども、えっ、ー、と、ステーション a t i 5でした。えっ、ー、と、このプレイステーション5も今年は価格改定があって、えっ、ー、と、9月15日に値上げになりました。えっ、ー、と、従来54,978円だったものが、 現在6万478円になっています。えっ、ー、と、5500円の値下げになってますね。あ、あのディスクスロットのついている、あのスタンダードエディションがという話で説明してます。えっ、ー、と、今月、えっ、ー、と、頭に7回目の抽選の結果発表があって、えっ、ー、と、また、あの、多くの方に買っていただいてますが、えっ、ー、と、もう発売からこれで2年経つんですからね。えっ、ー、と、こんなにも長く品薄が続くとは、とても、えっ、ー、と、私たちも思っておりませんでした。 えーと早く、えーとまあ、あの半導体不足の影響もかなり大きく受けているみたいなので、えー、とそれが解消されて、えー、と来年あたりはもう普通に買えるようになるといいですね。来年になると今度 PSVR2 が発売になりますので、こちらも楽しみです。今年はそういえば、インゾーンという新ブランド。こちらも立ち上がって、えー、とゲーミングギアをソニーさんが発売、販売をし始めました。7月からですね、今年の。 えっと、それで、えーと、ちなみにこちらの今映ってるのは、インゾーンの、えー、H9 ヘッドセットの方なんですが、えーと、こちらは惜しくも21位でした。えー、とワイヤレスヘッド,ホンヘッドセットで、えーと、ノイズキャンセリングも搭載しており、あのかなり高い没入感、それと、えー、と音像の低感もかなり良いヘッドセットだと思います、えー。シューティングゲームやるのでも敵の音が聞ける。 あのそれとあの RPG なんかでも、えー、と雰囲気を、えー、と,とても楽しめるヘッドセットになっているかと思います。こちら36,300円になっています。ぜひこちらの方もご検討になってみてください。そして、えー、と第これが14位ですね。ウ、え、ォ、ー、ークマンの NWA100 シリーズ。こちらが、えー、と第15位に入りました。<laughs> えっと、40周年の記念モデルが発売になったのは2019年11月でしたので、えっと、2019,20、21,22。もうすでに、えっと、モデルチェンジをせず3年経っています。えっと、そろそろモデルチェンジしてもいい頃なんじゃないかなということで、えっと、モデルの方は、えっと、続々ともう販売終了になっていて、えっと、本当は 16GB、32GB、64GB と、 えと3モデルありましたけども今、えー、とソニーストアで販売しているのは16ギガのモデルのみ、えー、と32ギガはまだ、ね、ブラックだけ、えー、と在庫があるみたいなのでそれが販売してますされてますけどこれもあれとおそらく在庫がある限りになるかと思います、えー、と16ギガモデルで31900円です、えー、と購入できる最後のチャンスと言いたいところなんですけども もうそろそろ新型が出てきてもおかしくない頃だと思うので、えっ、ー、と、ちょっとそれの登場を待った方がいいでしょうね。えっ、ー、と、新型いつ出るんでしょうこの秋には出るかと思ってたんですが、えっ、ー、と、なかなか出てきませんでした。えっ、ー、と、続いて第14位なんですよ。これちょっと変わったものがランキングしてます。XQZUC1 ということで、えっ、ー、と、これ何かというとですね、スマートフォンの USBPD 対応の、えー、と AC アダプターとケーブルの、えー、とセットになっています。えー、とそのインスタ価格で5480円になっています。こちらはですねブログ記事でも私も検証したんですけど、というか、えー、と僕も知らなかったんですけども、えー、Xperia の、えー、XZ1 とか、XZ 世代のやつを前使ってて、この時にですね、えー、とクイックチャージ3.0って に対応した AC アダプターというのを買っていて、ずっと僕それ使ってたんですけども、えー、とクイックチャージ3.0に対応しているスマートフォンというのは、えー、Xperia XZ2 まで。で、エクスペリア1の方からは、もうすでに、えっ、ー、と、USB PD に対応していないと高速充電ができないというのを知らず、えっ、ー、と、普通のもう AC アダプターになっちゃうんですね、クイックチャージ3.0だと。えっ、ー、と、それが、えー、と対応しているのがこの えっと、USB PD 対応の、えっと、XQZ UC-1 になるんですけども、えっと、こちらもですね、えっと、AC アダプターただ買いかえるだけじゃなくて、えっと、USB PD に対応した USB ケーブルも必要になります。えっと、この製品は、えっと、2つセットになっていますので、えっと、これだけ買えば、えっと、X a r i a 1シリーズで、えっと、USB PD の高速充電ができるようになるというものになっています。割と人気があって、えっと、これが第10、今年の 当店の、えー、売上第十四位の数になっておりました。続いて第十三位です。第十三位は、えー、こちら。えーアルファセブン R マーク5。こちらえーと十一月二十五日に発売になったばかりのモデルですね。今絶賛大人気発売中でございます。えー五十五万五千五百円というえーとかなり高額なカメラになってしまったんですけども。 まあ、えっ、ー、と、カメラ9月に値上げになっているので、えっ、ー、と、その値上げ分も含んだ価格という感じですかね。えっ、ー、と、アルファシリーズとしては初めて、あの、AI を使った、えっ、ー、と、被写体認識機能がついていて、えっ、ー、と、私、今週もですね、えっ、ー、と、ちょっとお休みいただいて、火曜日に野鳥を取りに行ってきたんですけれども、えっ、ー、と、なかなか、あの、 認識率の高さというところでも、えっ、ー、と、群を抜いたものになっていると思います。新世代のアルファとして、えっ、ー、と、かなり今もう一押しのカメラになると思います。はい、続いて第12位です。はい、第12位は、えっ、ー、と、レオンポケット3、RNP3 ですね。えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、今年の4月21日に発売になって、えっ、ー、と、14,850円で出たんですが、もう現在は完売して販売が終了しています。 えと6月のですね、下旬にネットニュースで出たところで、なんか分からないんですけど、突然火がついてしまって、えー、と2、3日で一気に、えー、と売り上げがドバッと上がって、完売してしまったという、えーと、ちょっと理由が私もよく分からない、ネットニュースきっかけで、えー、と完売してしまった。暑さ本番になる前になくなっちゃうのは毎度のことなんですけども、今年も早かったですね。えー、と本体の発売前にですね、 RNPB N2 という、えっ、ー、と、ホルダーの方の、えっ、ー、と、新型が出てて、これもまた、えっ、ー、と、なんて言うんでしょうね。洋服の間に隙間を作って、排熱と吸気を、あの、やりやすくしてくれるという機能がついていて、これも、えっ、ー、と、本体の製品の冷却機能をさらに向上してくれる形で、とても魅力的な、えっ、ー、と、製品になるアクセサリーだと思います。アクセサリーといえば、今年は、 ソニーロゴの入った T シャツもレオンポケットから出ています。えー、とこちらも、えー、と今までのノベリティで出てるソニー製のシャツとかではなくて、ソニーが保証するソニーのシャツになるので、えー、ともうレオンポケット持ってなくてもソニーファンはこれ買った方がいいんじゃないかなと思います。えー、と箱にもソニーというふうな形で書いてあって、白いデザインの良い箱なので、私これ書類入れに今使わせてもらってます。ちょうど A4 のね、紙が入るんですよ。 なかなかビジネスマンに向けたいいデザインのシャツかなと思いました。えっ、ー、と、続いて、えっ、ー、と、第11位ですが、11位は、えっ、ー、と EC、ECMB10、えっ、ー、と、マイクロフォンですね。えっ、ー、と、ショットガンマイクロフォンなんですけども、こんなものが11位に入るのというところなんですが、えっ、ー、と、実はですね、えっ、ー、と、その前に ECMB1M という、えっ、ー、と、カプセルマイクを8つ並べたマイクがあって、えっ、ー、と、それが長期品薄になっていたところに、 えっと、これはカプセルマイク4つの、あの、コンパクトなサイズの新製品として出てきたところ、これが大ブレイクしました。えっ、ー、と、すごいです。レオンポケット3より売れてるマイクってすごいですよね。ちなみに、えっ、ー、と、今日の、えっ、ー、と、この収録も、まあ、自宅でやってるんですけども、えっ、ー、と、使ってるのはですね、えっ、ー、と、7R Mark 5と、それに、えっ、ー、と、ECM B10。こちらのマイクをつけて、えっ、ー、と、収録しています。 えっと、音声どうでしょうかえっ、ー、と、試行性が3段階で切り替えができるんですけども、えっ、ー、と、今一番 A 試行性にして収録をしているところです。えっ、ー、と、7月29日発売で27,700円でした。えっ、ー、と、デジタルインターフェース対応のあのカメラをお持ちであれば、えっ、ー、と、こちらのマイクをデジタルで使う、デジタル接続で使うことができますので、えっ、ー、と、動画撮影とかされている方には、これはおすすめのマイクだと思います。 続いて第10位です。10位もエクスペリアですね、えーと。こちらは、えー、とその前のモデルになります。エクスペリア5 ⅱ です、えーと。2021年発売のモデルですね。どうしてもこうやって集計すると,、えー、と1月から12月の集計になっちゃうので、えーと、前年に発売されているモデルっていうのはすごく有利でですね。えー、と1月からずっと販売続いてますので、えーと なかなか、えー、と数の面では古いモデルの方が有利になる傾向になりますね。エクスペリア5-2も、えー、とトリプルカメラトリプルレンズになっている、えー、とハンドフィットの、えー、とスマートフォンになります。えー、とこちらがです、ね、先月11月18日に値下げになっていて、えー、とただいま現在69,300円という非常にお買い得な価格で、えー、とシムフリーモデルが購入できます。えー、と36回払い。 えっと、金利手数料無料というのも今年からソニースターさんで始めています。えっ、ー、と、この69,300円を36回払いにすると、なんと、月々1,900円。えっ、ー、と、新料金プランの、えっと、2,980円とか、2,480円のプランと組み合わせると、えっと、5,000円以下でスマートフォンと通信料全部賄える。そんな時代になってしまいましたね。えっ、ー、と、発売されたのがこれ2021年5月28日で、えっ、ー、と、今、キャリアの方では、エクスペリアを 5 Mark IV というのが、えっ、ー、と、発売、販売開始になってますので、えっ、ー、と、ソニーストアさんでも、えっ、ー、と、来年になって、えっ、ー、と、春頃には、えっ、ー、と、5 IV が、えっ、ー、と、発売になるのかもしれません。 えーとそうするとこれが廃盤になるのでもしかするとこれがもう、えー、6万9300円がすあの最後の値下げになる可能性がありますね高性能なスマートフォン使いたいんだけども値段がもう今10万円ぐらいしますからね高いなあという方は、えー、とこうやってお手頃の価格のモデルを変えるチャンスになりますのでぜひご検討になってみてください、えー、と続いては第9位です第9位はこちら、えー、とアルファ 7M4 ですね、えー、と昨年 えっと、2021年の12月17日に発売になったモデルです。えっ、ー、と、今年の4月にはですね、えっ、ー、と、上海ロックダウンのあの、影響なのか、えっ、ー、と、部品供給の問題なのか、えっ、ー、と、納期が2ヶ月以上待ち目安とかになっていた品薄製品でした。えっ、ー、と、私も非常に、あの、新しいメニューを搭載した、えっ、ー、と、カメラで非常に使い勝手が良くて、私も一年、今年1年、 一番たくさん使わせてもらったカメラかもしれません。もう商品レビューだ、あの、なんだと言って持ち出すカメラはいつもこれでしたね。えっ、ー、と、価格の方がですね、えーと、9月にこのモデル実はアップしていまして、えっ、ー、と、アップする前は32万8900円だったものが、現在36万1900円になっています。 えーと値段は上がってますけども、ベーシックカメラとしては、えーと、もうこれの右に出るモデルはおそらくないでしょうから、えー、とまだしばらくこれ、えーとは、まだ発売から1年しか経ってないモデルなので、しばらくこれ続くと思います。今から買っていただいても、全然後悔のないモデルじゃないかなと思います。続いて第8位です。はい、第8位も、エクスペリアですね、エクスペリア 1Mark3 です。 2021年11月19日発売のモデルでした。えっ、ー、と、12GB の、えー、内蔵ラムと、えっ、ー、と、ROM の方が 512GB 搭載しているという、えー、とモデルです。えっ、ー、と、あ、ちなみにですね、これと同ほぼ同時期に発売になった、Experia Proi。えっ、ー、と、こちらの方も、えっ、ー、と、兄弟機種で、ほぼ同じ性能なんですけども、えっ、ー、と、そちらはね、22位でございました。<laughs> でこちらのエクスペリア 1M3 もえっ、ー、と望遠レンズがついてて7 0ミ、mm、リとえっ、ー、と1 0 5ミ、mm、リでしたっけエクスペリア 1M3 もえっ、ー、と12月1日にこれ値下げになっていますえっ、ー、と11月1日にあ11月10んあ12月1日の値下げでえっ、ー、と19900円値下げになり今119900円になってますえっ、ー、とそん36回のえっ、ー、と分割払いで購入すると月々 3, 円でえっ、ー、とそれと同時にソニースターさんでは今、えー、と下取りモデルの、えー、とラクールの5000円増額キャンペーンというのをやってます、えー、とラクールさんで調べてみるとエクスペリア1ツーとかも、えー、と4万円以上で、えー、と下取りで買い取ってくれるような形なので、えー、とこの5000円の増額 それとあとソニーストアのお買い物券振り出しのプラス5%を加えると、えっ、ー、と、5万円近い下取り価格になると思います。えっ、ー、と、エクスペレー 1M3、まあ、ちょっと、えっ、ー、と、半額とまではいかないですけども、119,900円から相当な金額の、えっ、ー、と、バッグをもらいながら、えっ、ー、と、乗り換えることができるので、えっ、ー、と、こういう値下げがあった時はもう、あの、購入のチャンスじゃないかなと思います。ぜひご検討なってみてください。狙ってる方はいいですよ。続いては第7位なんですが、 えっと、驚くような商品がランクインしています。えっ、ー、と、第7位は、なんと、ウォークマンの NWWM1AM2 でございます。えっ、ー、と、3月25日発売になったモデルで、えっ、ー、と、ウォークマンのフラッグシップになるのかなあ、この上に、えっ、ー、と、WM1A、1ZM2 があるので、そっちが、まあ、えーと、シグニチャーシリーズであり、ウォークマンのフラッグシップになるんですが、えっ、ー、と、同じ回路を使って、 えと搭載して、えー、と筐体だけ、えー、と変えたモデルが、えー、NW1AM2 になります、えーと。中身のパーツ全てあの40万円する 1AMZM2 とあの同じなので非常にお買い得なモデルなんじゃないかなというふうな、えー、とせつご案内をしていたんですけども、えー、と発売の時からずっとコンスタントに売れ続けていて。 それで、えっ、ー、と、9月には実は、まあ、値上げがあってですね、これも価格アップしてるんですけども、その前の駆け込み需要でも、えっ、ー、と、かなり数が出ておりました。えっ、ー、と、1年渡ってずっと売り続けているモデルで、えっ、ー、と、こうやって集計するまでまさか、えっ、ー、と、ベスト10に入るとは思っていなかったんですけども、なんと、えっ、ー、と、第7位です、今年の。えっ、ー、と、すごい売れ行きでした。えっ、ー、と、まあ、もちろん発売の時が一番盛り上がるんですけども、その後も、 えっと、切れ目なくずっとオーダーをいただいてますので、えっ、ー、と、この調子でいくと、来年ももしかしてランクインしちゃうんじゃないかなという感じですね。えっ、ー、と、ソニースター価格、現在17万6千円になっております。はい、続いて第6位です。第6位はこちら。えっ、ー、と、ソニーブラビアでございます。 えとすみません、ブラビアだけはモデルごとにやるとですね、えーと、サイズとかもあるし、シリーズもかなり多く展開してしまっているので、あの、ブラビアで一括りということにさせてください。えっ、ー、と、それでも、えっ、ー、と、ブラビアの一括りにしても、えっ、ー、と、当店のですね、えっ、ー、と、売上ベスト10に入ることっていうのは、以前だったらなかったんですけども、ここ2、3年ずっとブラビアが、えっ、ー、と、上位にこうやって一括りにさせてもらってですけども、入っています。えっ、ー、と、 なかなかソニーストアであのブラビアを購入するっていうのはなくて、量販店で買った方が安いんじゃないかなとか、安心だなとかっていうのがあったかもしれないですけども、えっ、ー、と、ここ2、3年はソニーストアでもブラビアがだいぶ、あの、お買い上げいただけるようになったというか、えっ、ー、と、数が増えてきたなというふうに思います。えー、ちなみにですね、えー、と機種別にあのちょっと集計してみると、えっ、ー、と、一番売れてるのがですね、昨日で制度終わっちゃったんですけども、 あ昨日じゃない、えーと、水曜日ですね、12月7日まででタイムセールが終わってしまったんですけども、えー、と50型の X80WK、えー、タイムセールやっていたモデルなんですが、こちらが、えー、と台数的には一番、えー、と多かったようです。で、えーと、2番目に多かったのがですね、えー、とキューリオーレット搭載の、えー、と65型の A95K。で、3番目に多かったのが55型の A95K という。 えっと、ブラビアのフラッグシップモデルが実はですね、2サインをつけているという、えっ、ー、と、かなりの人気ぶりでした。えっ、ー、と、QD OLED というのはですね、えっ、ー、と、新しい、えっ、ー、と、ブラビアで初めて搭載した方式で、えっ、ー、と、日本のメーカーで今のところ QD OLED を使っているのはソニーさんだけみたいですね。えっ、ー、と、従来だと、白色発光させて、えっ、ー、と、それにカラーフィレターをつけて、えっ、ー、と、白色と赤、 緑、青、RGB をつけて4つの、えー、とセルで、えー、と映像表現をしていました。なので明るいところっていうとあの RGB ではなくて白発酵させて、えー、と色再現をするということをやっていたんですけども QDOLED ではブルーの、えー、と発酵させてその前にですね、えー、とカラーフィルター層を置くんですけどもそこに量子ドットというのを使います。えー、と量子ドットの目の細かさでですねあの 色の波長が変わるそうで、えっ、ー、と、ブルーで発酵させてるんですけども、細かい微粒子だと緑で、粗い微粒子だと赤に発光するという特性があるそうで、えっ、ー、と、これを、えー、と使った、えっ、ー、と、有機 EL パネルということになってます。なので、あの、今、従来の有機 EL みたいに白色発光して色をつけてるのではなくて、ブルー発光させて、それをの波長を変えて、えっ、ー、と、RGB を表現すると。 いうことをやってますなので、えー、と白色を発光させてるというか今画面に出ているこの、えー、と色はですね、えー、と白いところ文字の白い,と白い文字のところを接写してマクロレンズで撮影しているものなんですけども、えー、と普通の UKL、えー、白,白,白色使ってるのはこれ A80K だったんですけどもね、えーと A95K のものでやると、あの、白色の発光ドットはなくて、えっ、ー、と、RGB が均等に発光して白を表現するという、本来の RGB の使い方をしている、そういうパネルになります。えっ、ー、と、これで、えっ、ー、と、見るとですね、えっ、ー、と、ものすごく色の再現性が、あの、上がるようで、よいしょ。えっ、ー、と、まあ、これは、あの、メーカーさんのホームページにあるイ,イメージで、えっ、ー、と、UKL でこんなにあっさりした色には、まあ、普通はならないんですけども、えっ、ー、と、それよりもさらに、 えっと、色調の広いところが出せるようなものになってます。えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、来年まで、1月までやって、あの、ソニーストア店舗さんでも、えっ、ー、と、やってますけども、えっ、ー、と、嵐のですね、えっ、ー、と、コンサートビ、あの、映画が、えっ、ー、と、今、4KUHDBD で発売されていて、えっ、ー、と、それ、それを見るとですね、あの、このペンライトの明かりとか、 あのかなり土肥水色で、えー、と LED なんでね発光されてるんですけどそれをまさしくこの QD オレットで再現できるのでそれで見るとものすごい、えー、と色再現性を味わうことができます。えー、とうちのお店にも、えー、と私物なんですけども嵐の,の u h d ビリ買ってますのであのお越しいただければそれをご覧いただくことができます。 えっと、今までの、あ、えー、の、有機 EL テレビにはなかった色再現ができますので、これはぜひ、えっ、ー、と、ご堪能になってみてください。えっ、ー、と、今年、えっ、ー、と、A95K 購入いただいたお客様、当店の店頭でもたくさんいらっしゃいますけれども、きっと満足のく映像が、えっ、ー、と、ご覧になれるんじゃないでしょうか。さあ、続いて、第5位です。はい、第5位は、えっ、ー、と、ワイヤレスヘッドセッヘッドホンですね。WF1000XM4 です。えっ、ー、と、もう、去年のベストセラー、 ヘッドホンで、えーと、これも2021年6月25日の発売だったんですけども、発売時には、えー、と相当な品薄になって納期1ヶ月2ヶ月待ちになってたようなヘッドホンです。今年もずっと売れ続けてくれました。えー、とマルチポイント接続のアップデートを予告されていて、えーとえー、と一応予定では来年の春ということになってますね。えー、と今週、えー、とアップデートがあって、えー、と充電に。 充電時の発熱に対する、えー、対応するファームウェアのアップデートです。えー、とよりバッテリーの長持ちをさせるための、えー、とアップデートとなってますので、えー、とお持ちのユーザーさんはぜひ、えー、と適用させて、えーと、長くお使いになってください。はい、続いていきます。えっ、ー、と、第4位です。第4位はこちら。えーと まあ、ソニーストアのオリジナル商品と言っていいんでしょうか、えっと、ブラビア実寸サイズ用紙の送付サービスというのをソニーストアでやっていて、えっと、ホームページで見るとです、ねえっと、これを、えっと、無料にするクーポンというのも配布しているので、実質タダで、えっと、販売しているんですけども、一応、えっと、43から65型の型紙ですね、これが500円、それと65から85の型紙が1000円で、えっと、ソニーストアさんで販売されています。 えと無料クーポン使ってタダで買えるけども一応商品という風な扱いにはなってますので、えー、と数でカウントしてみましたえっ、ー、とブラビアの、えー、と買っていただいた実数の倍ぐらいはこっちの方が出てるんですけども、えー、とちなみに数はですね4365と65と85と大サイズ小サイズがありますけどもほぼ半々ぐらいですやはり、えー、と購入される前にちょっと噛み当ててみてとかえっ、ー、と75置きたいんだけど 置けるの65かなギリギリだなとかっていう時にこれ利用するとですね、えっ、ー、と、正確なサイズがわかるのと、あと、大型のテレビを置いた時の設置のイメージがこれで随分測れますので、えっ、ー、と、テレビ購入を、ブラビア購入の前にはぜひこれ一回お試しになってみるといいかと思います。かなり、えー、と気分が盛り上がると思います。続いて第3位です。えー、第3位、えっ、ー、と、根強い人気がありますね。 パソコンでナスネやブルーレイディスクレコーダーにアクセスしてパソコンで再生するための PCTV プラスこちらが第3位でした、今年のこちらもちょっと今年はトッピックスがあって8月の8日ですねこちらも値上げがあって以前は3300円だったんですけども現在は4400円になっています。 えーとそ,れその代わり PCTV プラスライトというのが、えー、と登場して、機能をちょっと落としたやつですね、えーと、コマ送り再生ができなかったり、スロー再生ができなかったりと、ちょっと機能制限をしたものが、えー、と一応あるので、そちらで、ただもうパソコンでテレビ、録画したテレビを見たいだけなんだっていうのであれば、えー、とそちらの PCTV プラスに、えー、とする、PCTV プラスライトにすることで、えーと 安く購入することはできるんですけども、当店のオーダーを見てると、えっ、ー、と、ライトを購入されている方はほとんどいらっしゃらないかなという感じです。PCTP プラスの方で購入されている方が多いですね。えっ、ー、と、こちらもですね、去年のうちにも Windows 11には、あの、正式対応してますので、えっ、ー、と、Windows 11でも Windows 10でも安心してお使いいただけると思います。はい。えっ、ー、と、続いて、いよいよ、えっ、ー、と、当店のベース、今年の2022年の と商品ベスト1、2ですね、えーと。第2位を発表するとですね、もう1位が自然と分かってしまうようなラインナップになるんですけども、えー、とあれです。第2位はこちらです。えー、とリンクバッズ穴開きの方ですね、えーと。2月の25日に発売になった2万3100円の、えー、と完全ワイヤレスイヤホンです、えーと。穴が開いておりまして、外の外音がそのまま、えー、と中に入ってきます。 なので、外音取り込みをしなくても、えっ、ー、と、音が鳴らせる。えっ、ー、と、発表されたときにですね、えっ、ー、と、テレ東の,あのニュース番組で取り上げて、えっ、ー、と、それが随分、えっ、ー、と、話題になったみたいで、あの、発表は、あの、もちろん昼間あったんですけども、プレスリリースがあって記事書いて、えっ、ー、と、その時は、特に、あの、大きなブレイクにもならないなと思ってたのが、夜になったら急にですね、PV 数が、 爆上がりして、えー、とそこからオーダーがドカドカ入ってきたという、あのテレビの威力ってすごいなというのを味わわせてもらったモデルでした。えー、とこちらも、えーと今えーと、先月になってからですね、マイクロソフトの Teams と連携した機能をついている、えー、とモデルが発売になって、えーと、ラインナップがちょっと増えてきました。えーまあ、あの外の音が直接聞こえるからいい音だというのもあるんですけども、えーと なんていう外気がそのまま鼓膜耳の方に入ってくるのであの耳が蒸れないというかあのそういう快適さもある、えー、とヘッドホンだと思います、えー、と長期間長時間使われる方はあのヘッドホンずっと使う必要のある方とかっていうのにはおすすめですただあの耳の形というのもちょっとあって、えー、とイヤハンガーがあの5種類入っててそれのどれかが合うだろうという形にはなってるんですけどもまれ、えー、にあのそのイヤハンガーが あの、形がやっぱどうしても合わないという方もいらっしゃるので、えっ、ー、と、試し装着は、あの、されてから購入された方がいいかなと思います。私もね、左耳はね、バッチリなんですけど、耳やどのサイズ使ってもちょっと合わなくて、えっ、ー、と、これはちょっと購入を断念した経緯があります。はい、続いて、えっ、ー、と、2022年、えっ、ー、と、ソニーショップテックスタッフの、えっ、ー、と、第1位の商品を、オーダー第1位の商品はこちらです。えっ、ー、と、リンクバッズ S です。 えっと、6月3日発売の、えっ、ー、と、今度はこちら、穴あきではない方の、えっ、ー、と、ヘッドセットですね。WF-1000X-M4 よりも、えっ、ー、と、軽量で作られていて、で、リングバッズ並みに、えっ、ー、と、これ、外音取り込み性能が、えっ、ー、と、ソニーのイヤホンでは、えっ、ー、と、イヤホン史上最強の外音取り込み音量だと思うんですけども、外の音が、あの、かなり聞こえやすいイヤホンだと思います。私もあの、使用機を借り、お借りして、 視聴した時にもう一発でした。これはすごいなということで、えっ、ー、と、こちらの方はあの耳ちゃんとはまったので、あの私もあの発売日に購入させていただいています。えっ、ー、と、26,400円で、えー、と発売されてて、もう発売から半年経つので、そろそろ新型出てくるかなとかっていうふうに、えっ、ー、と、思っちゃう人いらっしゃるかもしれませんけど、えっ、ー、と、今年の 7月だったかな企画が策定された、えっ、ー、と、Bluetooth LE Audio という次世代のですね、あの、Bluetooth オーディオ企画に、えっ、ー、と、このヘッドセットも、あのー、は、えっ、ー、と、ファームウェアのアップデートで対応する予定というふうに、えっ、ー、と、ソニーさんから発表あります。えっ、ー、と、来年の、えっ、ー、と、3月ぐらい、あの、予定というふうに、3月じゃない、来年の春っていうふうになってたのか、えっ、ー、と、はろのリリースになりますというふうに、 えっと、ソニーさんから先日発表があったばかりですね。えっ、ー、と、本来は2022年内っていうふうに予定してたんですけども、まだ、えっ、ー、と、ブルーツセール E オーディオに対応している、えっ、ー、と、スマートフォンがないので、えっ、ー、と、今、えー、あの、リグバッド S だけが対応しても、えー、使えない状況ではあるので、まあ、そんなに気にならないかなと。その頃には、えっ、ー、と、エクスペリア 1M4 とか、えっ、ー、と、エクスペリア 5M4 ですね。 この2機種もあの LE オーディオに対応予定というふうになってますので、えっと、それらのファームウェアがアップデートしたのと同時期ぐらいにアップデートすると、えっと、使えるようになるのかもしれません。えっと、LE オーディオはですね、えっと、なんだろう、今まであの左右の完全ワイヤレスだと,、えっと、メーカー独自の方法で左右かあの分,か分かれて使うように、通信するように、えっと、やってたんですけども、標準でも企画の,の中であの左右完全ワイヤレスが使えるようになったり。 あと,、えー、と、今まで、今のところエクス,あのスマートフォンと1対1で、えー、と使うような感じでなってますけども、えー、とそれが、えー、と1対2とか、たく多数の,あのヘッドホンを一つのデバイスに、えー、とで接続することができるようになるので、えーと、みんなで同じ音を聞くとかっていう使い方ができるようになるそうです。えー、ともう LINE なると、この LE オーディオにちょっと対応してないと、ねえという風な話に標準化されていくんじゃないかなという風な企画になっています。リンクバッ S であれば、えっ、ー、と、大丈夫です。対応しています。えっ、ー、と、今からリンクバッ S を買うんであれば、えっ、ー、と、先月新発売になりましたけども、アースブルーという新色、えっ、ー、と、マーブル模様の入っている新色モデルが出てますので、これがおすすめですね。それと、えっ、ー、と、 今だったらストライクアウトキャンペーンという、えっ、ー、と、キャッシュバックキャンペーンをやっています。えっ、ー、と、LINE を使って事前に抽選して、えーと、当選金額が分かった上で、えっ、ー、と、キャッシュバックの金額が分かった上で購入することができます。えっ、ー、と、2台購入するとさらに、えー、と倍以上のキャッシュバック金額になるように設定されてますので、えっ、ー、と、自分用とお友達用、もしくは自分用と家族用、もしくは自分で、えっ、ー、と、ワイヤレススピーカーと えーとリンクバッツ S あ S、ヘッドホンっていうような買い方もできますので、えー、とこちらも利用して、えー、と購入を検討されてみてはいかがでしょうか。はい、ということで、えー、と皆様は今年購入された製品は、えー、とベスト20の中にいくつ入っていたでしょう。えー、まだまだあの今年、えーと、1ヶ月はもう切ってますけども、ありますので、えー、と当店の方にあのお越しいただければ、えー、とウィンターフェア 12月末まで開催しておりますので、こちらでお得な買い物ができます。AV 商品の初めてソニーストアをご利用になるという方も、AV 商品の長期割引で、長期保証、50%オフにするクーポンを皆さんに初めてご利用される方にプレゼントできますので、お越しいただければ、こちらのクーポンを付けた上で購入できますので、ちょっとお得になるかと思います。そして、これはですね、 えと港区だけの話になりますけども、えー、当店で港区ペイペイ,20パペ,イペイポイント20%戻ってくるキャンペーンの対象点になっておりますので当店で、えー、とソニー製品をペイペイでお支払いいただくと,、えー、と上限3000円までになりますけども、えー、と最大20%の、えー、とポイントバックで、えー、とペイペイのお買い物が可能になります。えーと ヘッド、ヘッドホンとか、えっ、ー、と、ちょっとま、ああの20、20%だと1万5千円までのものが20%になるんですけども、えっ、ー、と、それでも、えっと、2万3100円のリンクバッズや、えっ、ー、と、2万6400円のリンクバッズ S を購入されると、えっ、ー、と、3000円バックになって、えっ、ー、と、購入できます。えっ、ー、とも、もちろんお持ちの AV10% フクーポンもお使いいただいた上で、えっ、ー、と、キャッシュバックできますので、えっ、ー、と、ぜひこちらの方もご検討いただければなと思います。えっ、ー、と、 まあ、数に限りありますけども今、えー、当店ではあの世界遺産の、あのー、ソニーさんの2023年のカレンダーこちらを、えー、と1万円以上買い上げのお客様にプレゼントしていますのであのこちらもお土産でお渡しできます、えー、とぜひご利用になってみてください、えーとはい、今回も、えー、と最後までお付き合いいただきありがとうございました、えー、とまた来週もやりますのでぜひ、えー、とお付き合いくださいよろしくお願いします